どうも皆さんこんにちは、みたです。大相撲なずごな名古屋場所7月場所6日目です。今日は幕下の相撲から見ていきます。まず琴手ばかりですね。初山との対戦となりました。全勝同士の対戦だったんですけど、琴手ばかり勝ちましたね。これで3連勝としました。自分よりね、体の大きな相手に組んでしまったり引かれてしまったり疲れたり、まあいろんなことされたんですけども、やっぱり稽古をしてるんだろうね。反応がいいですね。引かれても落ちないし、相手の小手投げみたいなのにもしっかりと対応していました。今場所優勝してね、まだ昇進圏内にはいないんですけども、優勝して来場所一気にみたいなことがあるかもしれませんね。そして幕下上位3番、まずは石崎対千代ノ皇との対戦となりました。千代ノ皇は幕内経験もある力士ですけども、石崎手をついてる時のね、腕の筋肉がすごいんだよな。まあ石崎ね、立ち合い下から当たって終始下からガンガン攻めて一気の押し出しでしたね。まあ石崎らしい相撲だったのかなと思います。そしてその次は魁勝と高橋の一番ですね。まあ高橋、僕非常に期待している力士なんですけども、魁勝相手に立ち合いからしっかりと右四つに組みましたね。そしてがっぷり組んで、お互い力の出る状態でしっかりとこう寄り切ったという感じですね。まあ最後はちょっと投げ気味だったけど、まあまあ寄りでしょうね。うん、まあ、関取経験者相手に胸合わせてね、これだけしっかり勝てるっていうのはね、やっぱり力あるなと思いました。そして最後の一番が高徳山と風拳王ということで、こちらもね、幕内経験者相手だったんですけど、風拳王立ち合いいい立ち合いですね。下から当たってちょっとね顔上がるんですけども、その後も終始ね自分から前に攻めたことで、まあ、一気の押し出しといった感じでした。風拳王も2勝目ということで、まあね、まだまだどうなるかわかんないですけども、このままね星を伸ばしていけばっていう感じですね。まあ、なんか幕下でもね、十両でもどんどんこう世代のね、世代交代の波じゃないけど、こう入れ替えがね行われているといった、まあそんな印象ですね。十両、まずは最初の取り組みで新十両の紫雷さん対幕下の桐生光が相撲を取りました。桐生光はね、初めての十両の土俵だったんですけども、大いちょうを結って相撲を取りましたね。結果はというと、まあ、紫雷さんが立ち合いからねしっかり上手を取って左四つに組んで、まあ、その後ねちょっと中に入られそうに、頭つけられそうになったんですけども、まあなんかこう上手ひねりというか、内無双というか、まあなんかそんな感じでうまくこうね相手を下に落として紫雷さんが勝ちました。紫雷さんこれで3勝3敗と、まあいきなりね連敗スタートだったんですけども、徐々にこう星がね伸びてきたなといった感じですね。星を五分に戻しましたね。こっからさらに頑張ってほしいなと思います。そしてその次、対馬灘対千代の海の一番ということで、対馬灘勝ちました。初白星。今日はねちょっとこうまともに組んでしまって、動きがねあんまり対馬灘ほど動けなかったんですけども、まあ頭を抑えてね、なんか引っ張られたりして、なんか滑り込んだりしながら、なんかわけわかんない相撲で、最後はね距離ができて、お互い組んだ状態からまた離れてしまうという、なんか不思議な展開だったんですけども、最後はなんか気がついたらこう叩き落としていて勝ってましたね。なんか組んでたのにお互い離れて、最後は叩き落とすという、まあ、対馬灘らしい相撲でしたね。対馬灘らしさってこんな感じですよね。そしてその次は新十両の輝鵬と友風の対戦でしたが、今日は輝鵬ね、いい立ち合いでしたけどね、突っ込んでいったんですけども、友風がやっぱ上手かったですね。手を伸ばして中に入らせない。輝鵬もねしっかりとこう相手の攻めに対しては対応していたんですが、やはりここは友風のこの引きのうまさ、もう芸術ですよね。それにこうバッタリこうね下に落ちてしまいましたね。輝鵬は結構ね下に落ちちゃうんだよね。攻めっ気あるんだけど、この引き技というか土俵際であと一歩みたいなところでね落ちちゃうっていう姿が割とこう見受けられますね。
まあ友風は引きのスペシャリストですからね。さあそして十両、次は北の若対貴健斗という対戦だったんですけども、北の若今日はねちょっと立ち遅れたという感じで足が全く出ない立ち合いだったんですけども、しっかりとこう相手のね攻めを受け切って回り込んで突き落とすという5勝目を挙げました。5勝1敗北の若いいですね、やりますね。まあ今日はね内容的にはまあ攻めてもなかったんだけど、しっかりとね相手の攻めに対して受け切っていたというところで強さは見せたんじゃないでしょうか。北の若頑張れ。さあそして幕内いきましょう。まず幕内最初の一番は遠藤関対水戸龍関の日大対決といったことなんですけども、遠藤関うまいですね。下から立ち合い当たって左を差すと、で手繰られるんですけどもしっかり腕を離して突き放して、でまた下から当たると、で今度はまた左が入って相手がね上手から強引に振ってきたところを切り返してひっくり返すと内容でした。うまいね、渋い。なんかこうなんて言うんだろうな、こう一つ一つの動きにね意味があるというか、非常にねこう玄人好みな感じのうまい相撲でしたね。いやーいいですね、順調に星を伸ばしてますね。これはちょっと後半戦ひょっとするかもしれませんね。そして幕内前半戦の注目の一番といえば、なんといっても新入幕同士豪ノ山対白鵬の対戦ですね。豪ノ山は今日までに5連勝ということで内容も非常に良くて、なおかつ全勝というねほぼ完璧な状態でした。対して白鵬は今日までに3勝2敗と、いい内容もあるんですけども、肩ちょっとどうなのといった感じでしたね。この2人3回今までに対戦していて、豪ノ山の3連勝といったところだったんですけども、今日はどうだったんでしょうかと。いやー今日は素晴らしい相撲でしたね。そして白鵬鵬が4度目の正直でリベンジを果たしました。今日の白鵬鵬はいつもしている肩の大きなテーピングというものをも外してきましたね。もうなんかこっから気合が入っていたなという感じですね。立ち合いは両者かまして当たっていきました。豪ノ山はねいつも通りの立ち合いだったんですけども、白鵬鵬は当たりつつ左を差す、そんな狙いの立ち合いだと思います。で左を差しに行くんですけど、豪ノ山もねそれが分かっていたので、豪ノ山はしっかり右を固めてこう弾きに行きましたね。白鵬鵬はね一瞬左入ったかと思ったんですけど、そこでやっぱり豪ノ山が上手くてしっかり右手を使って距離を取りましたね。これにより白鵬鵬の左差すことは失敗してしまったんですけども、白鵬はねその後も下からこう攻めていきましたね。状態が上がることなく豪ノ山の激しい攻めに対してもしっかりと顎を引いて低い体勢でね体がブレずに対応していましたね。この辺が先場所との違いかもしれません。先場所はね顎が上がってしまったのでね。そして土俵際で押し込まれるんですけども、ここがすごいね。豪ノ山がそこからグーンと引くんですよね。これに対して白鵬鵬足がねつんのめりながらの泳ぎながらもしっかりと対応すると、ここがねちょっと勝負の分かれ目だったかもしれません。ここで豪ノ山の前に出る勢いっていうのがなくなってしまいましたね。ただその後もね豪ノ山勢いがなくなったとはいえ馬力はありますからガンガン前に出るんですけども、白鵬鵬はね下からとにかく我慢してましたね。今日はもう我慢の相撲で下がるんだけど体勢はぶれないと、で豪ノ山がさらに押せないということで引いたところを前へ出て、豪ノ山が足が揃ったところを叩き込むといった感じで、白鵬鵬豪ノ山に初めて勝ちましたね。勝った後の表情も良かったですね。非常にいい顔してました。もう戦士ウォーリアの顔してましたね。お互いにですけど、豪ノ山今日も下から激しい攻めを見せたんですけども、それに耐え切った白鵬鵬、そしてね相手の足が揃うまで、相手の隙ができるまで我慢した、豪ノ山の攻めを我慢できたっていうのがね非常に素晴らしかったなと思います。いやー素晴らしい内容でした。白鵬鵬テーピングもそうだけど非常に、ね、気合入ってましたね。なんせ全勝の豪ノ山にねこれだけいい相撲で勝ったっていうのはね明日以降もちょっと楽しみですね。
まあ、豪ノ山ね、ちょっと引いてしまったとはいえ、調子はね、悪くないし、動きもよ悪くないので、明日以降もね、ガンガンまた攻めてほしいなと思いました。そして同じく新入幕の湘南の海、今日は千代翔馬さんとの対戦だったんですけども、いや今日はね、千代翔馬さんのうまさというか、いやらしさに一杯やられましたね。立ち合い左四つに組めたと思いきや、そっから千代翔馬さんが回しをわざわざ離して距離を取り、その後は上手取られ回り込まれ、そして止まって左四つに組んだんですけども、ちょっと半身というかね、状態が起きている状態で、湘南乃海はそこから何もできませんでしたね。千代翔馬さんのそこからの攻めに、まあ、屈してしまったということで、まあ、湘南乃海2敗となってしまいましたね。これはまあ千代翔馬うまかったなといった感じです。まあ、これによりね、新入幕の力士5勝1敗が1人、4勝2敗が2人と、新入幕3人で非常にこうね、連日いい相撲を見せていますね。星も伸びているし、いやー、この3人も来場所以降も今後の近未来の相撲界を担う非常に楽しみなね、3人となっていきそうですね。そして北勝富士対琴恵光の対戦なんですけども、立ち合い当たって北勝富士すぐ組んでしまうんですよね。北勝富士はね、組むとそんなね得意ではないんですけども、まあ、体がねあまり大きくない琴恵光さんだからというので組んだのかもしれません。右四つ、そしてそっからね、なかなか攻めれなかったんですけども、やっぱり体力に勝る北勝富士がね、しっかりと最後はもろ差しになって出ていきました。これで北勝富士5勝目ということで、5勝1敗いいですね今場所。そしてもう一人5勝目を挙げたのが、今場所好調の玉鷲となっています。今日はね、幕内でも若手の平戸海との対戦だったんですけども、立ち合いから一気にこう手を伸ばして攻めていきましたね。終始こう自分のペースで相手に何もさせず一気に寄り切ったといった感じでしたね。玉鷲さん体動いてるね。なんか立ち合いの圧力っていうものはちょっとこうなくなったのかなって感じなんですけども、その分ね、どんどん動けているのは非常にいいことかなと思いました。5勝1敗素晴らしいですね。そして次は全勝中だった高安さん、今日の相手は阿武咲だったんですけども、今日はやられてしまいましたね。立ち合いいつも通り左四つ気味で当たっていったんですが、阿武咲が今日は下からガンガン攻めました。もうこれはね、阿武咲を褒めるべきといった非常にいい相撲でしたね。高安さん敗れて6勝目は逃してしまいましたね。まあ、今日は阿武咲が良かったね。そして注目の朝乃山、今日は王鵬との対戦でした。過去には王鵬にも敗れていますが、立ち合い右四つしっかり当たっていきましたね。王鵬は対してかましていったのと、左がね、相手の右が入らないように左しっかり押っつけて、右はこう喉輪という感じでガンと当たりました。立ち合いで朝乃山の右手がね、若干入ったかなと思ったんですけども、王鵬がその後しっかり腕を伸ばして距離を取ったということで、組むことはできませんでした。その後も王鵬が手を伸ばしてね、ガンガン行くんですけども、前に出る圧力っていうのがやっぱ朝乃山の方があったので、王鵬は手を伸ばしているんだけど押し込まれてるみたいな感じで、朝乃山の方がね攻めていましたね。で、王鵬はね、もうそこから苦しくなって引いてしまって、気がつけば土俵際といった感じで、朝乃山はその後しっかりまた右四つで当たり直して、今日は上手早かったですね。2発目の当たりで上手をしっかり掴んで、もうその後はもう一気にこう寄り切るだけといった感じの、まあ、非常にねいい内容でしたね。まあ、やっぱり自分と同じぐらいの相手だったり、まあ、回しが取れると本当に、ね、強いなといった感じですね。朝乃山がこう気をつけなきゃいけないのは、やっぱり自分より大きな相手と押し相撲突き押しの力士って感じだけですね。まあ、それ以外の力士にはもう基本スペックが上回っているので、まあなかなか負けることはないなといった感じのいい相撲でした。さあ、そして次はね、宇良対北青鵬のこの対戦面白かったですね。この2人前回対戦した時は非常に長い相撲あったんですけど、今日もまあ不思議な相撲になりました。まず何といっても北青鵬の相撲が規格外なのもあるんですけど、宇良の相撲もね、常人のそれとは違うので、
構なんか規格外対規格外みたいなね対戦でしたね。立ち合い裏低く当たって左の下手入って深く横についたんですけども、北青鵬は肩越しの上手がっちりと掴むという、まあ、北青鵬が十分なのか裏が十分なのかわからないといった体勢でした。そこから裏ねガンガン攻めるんだけど、北青鵬はもう右手一本で棒立ちで残るで、それで振り回すというね、これだけが武器になるというもう恐ろしいですよね。まあ、裏は土俵際で攻めたりするんですけど、北青鵬はとにかく右手一本でぶん投げようとして、裏も結構危ないシーンあったんですけども、今日は裏のこう粘り腰というか身体能力が勝りましたね。まあ、最後は後ろについてそのまま送り出すといった感じで、いやー裏もう死にそうになってましたね。しんどそうでしたね。でもいい勝ちだったと思います。北青鵬はね、ちょっとこうもったいなかったね。さあ、そして大注目の錦木さん対阿炎の対戦ですね。錦木さん現在5連勝、先場所からの連勝は13としています。現在大関横綱と関脇3人を倒すというね、まさにこう役力士をね買っていってる死神状態なんですけども、対して今日は小結びの阿炎どうだったんでしょうかというまでもなく錦木さん勝ちました。いやー強いね。立ち合いは阿炎がね手を伸ばしていって、錦木さんがそれを受けるといった形でしたね。まあ阿炎がねしっかり手を伸ばすんだけど、やっぱり錦木さんね腰がね重いから下半身がとにかくぶれないね。で相手が引いてきたところを一気に前に出るということで、本当に下半身の安定感がね抜群ですね。下がる時もぶれない、相手が引いた時は一気に出れるという、もう本当に完璧な下半身の持ち主といった感じで、今日もね快勝で6連勝としました。これで14連勝ですよ。そして1横綱1大関3関脇1小結びを倒すという、これはね3勝何あげてもいいんじゃないぐらいの、全部あげていいんじゃないぐらいの、ね、今んとこねそんな活躍で、これによりただ一人6連勝として優勝争いのトップに立ち、そして今んとこ役力士をね全滅させているという、まあ、恐ろしい感じですね。いやーどうしたんでしょうか錦木さん。なんかこう派手な相撲ではないんだけど、まあ、地味っちゃ地味なんだけど、それでもね非常にこう堅実な相撲というか基本に忠実というかね、これはもうねいやーなんかこうまだ早いんだけども、あるこれあるのかなってそんな感じに思えるぐらいの内容でしたね。そして注目の三関脇ですが、まずは大栄翔が小結びの琴ノ若と対戦しましたね。そして今日は琴ノ若勝ちました。今日はね琴ノ若はいつも通りもろ差し狙いだったんですけど、大栄翔はかなりふわっと立ちましたね。相手に合わせていったという感じでかましていって、なんかちょっと脇も淡いし、とりあえず当たっただけみたいな感じでしたね。ただそこから大栄翔は突く力があるので腕を伸ばして押していくんですけども、まあ、これはねやっぱ大栄翔すごいところなんですよ。立ち合いの当たりないのに腕の力だけで押して下がらすことはできたんだけど、土俵際まではね押し込めたんですが、今日はねそっからもう一歩がねやっぱ出ませんでしたね。立ち合いの当たりがない分ね、腕の力だけで俵を使った相手を、しかも重い琴ノ若を押すっていうのは結構難しかったみたいですね。琴ノ若が土俵際で残り逆に押し返されてしまいました。そして最後は叩き込まれるといった感じで、なんか今日のね大栄翔はちょっと迫力なかったなといった感じでしたね。迷ってたのかもしれないですね。ちょっと考えすぎたのかな。思いっきりガンと当たって押していけば、まあ、琴ノ若はまあ立ち合い変化もない力士ですからね、もったいなかったですね。まあ、これにより大栄翔は4勝2敗となってしまいましたね。そして2人目の関脇豊昇龍、今日の相手は翠富士でしたね。今日は右を差しに行きました。対して翠富士は頭で余していくといった感じですね。立ち合いで押し込んだのは豊昇龍だったんですけど、その後ねいい体勢になったのは翠富士でしたね。頭をつけて相手の下に入るといった感じで、回しは取れてなかったんですけど、お互いに、まあ、翠富士の方がちょっといい体勢かなと思いましたね。
その後翠富士もろ差しに行くんですけども、豊昇龍今日は外から抱えましたね。そして決めながら引っ張り込んで、最後は得意の足技で足をかけて倒すといった感じでした。この決めながら足をかけて倒すっていうのはモンゴルのね力士は本当上手ですよね。これやられると結構ね小さい人はきついですね。豊昇龍5勝目ということで、まあ、非常にいい内容だったと思います。そして最後の関脇若元春、今日の対戦相手は明生でしたね。ちょっと立ち合いが合わなくて、まあ、さらになかなか手がつけなかったので、これはちょっとやばいんじゃないのかなと思ったんですが、今日は若元春勝ちました。立ち合いはお互いかましていって、すぐ左四つになるかと思いきや、明生なかなかね肘を締めてなりませんでしたね。左四つっぽい体勢になったんですけど、明生はこの左相手のね左手を固めるので精一杯で、上半身が起きてしまい足が揃ってしまいました。そこで若元春うまくそこをねしっかり叩き落としたといった感じで、まあ相手がよく見えていたのかなと思いますね。若元春4勝目4勝2敗としました。連敗はしませんでしたね、はい。そして結びの一番は大関霧島対元大関正代となりました。今日は霧島さんがねいい内容で、胸から当たってきた正代さん相手に下から当たってガンガン当たって足が揃ったところを引くといった感じの、まあ、圧勝でしたね。これにより霧島さん2勝2敗2球となりましたね。明日の取り組み見ていきましょう。結びの一番が霧島対御嶽海、そして豊昇龍対朝乃山、この一番楽しみですね。過去の対戦成績はもう何年前になるんですが、豊昇龍の1勝朝乃山の0勝となっています。まあ、どういくのかどうなるのか非常に楽しみです。そして大栄翔に宇良、若元春に阿炎、親友対決ですね。そして優勝候補トップの錦木さんは最後の三役琴ノ若となります。明日もし錦木さん勝てば三役全員倒しちゃうというね、恐ろしい、こんな力士なかなかいないですよ。非常にね期待したい。さらに幕内最初の一番、これが大注目、新入幕の伯桜鵬対遠藤という一番になりました。史上最速新入幕同士の一番ですね。お互い3場所で入幕しています。そんな2人の対戦、非常にこう楽しみですね。遠藤関はうまいですからね、やっぱりね。対してパワーフィジカルで言えば伯桜鵬の方があると思うので、まあ、どういう対戦になるのかめちゃくちゃ楽しみですね。さらに十両の一番最初の一番、これもね非常に楽しみなんですよ。新入幕の技法対大の里、これは楽しみですね。まあ、十両と幕下と番付は違うんですけども、この2人学生時代からまあしのぎを削ってきた中でもあります。技法の方がね学年は1つ上なんですが、まあ、どうなるのかと、めちゃくちゃ楽しみですね。これは明日も非常に楽しみですね。ということで終わり、アディオス。